11期目っていうふうにおっしゃってましたけど、はい、今回のこのコロナの、うん、衝撃じゃないですけど、うん、同じようなそういう時代のとか社会のとか、そうですね、リーマンですかね。リーマンって何年前でしたっけ。リーマン2007年8年なんで12、3年前ですか。ああ、じゃあ違いますね東日本大震災ってことですか。ああ、震災の時ですね。僕個人で2年やってて、そこから11期なんで、まあ、じゃあ個人でやってた時はもしかしたら2010年かな、多分株式にしたのは2012年だと思うんで、はい、ああ、じゃあ個人で2010年、2010年やったと思うんですね。東日本大震災の時は僕会社勤めもしてたんで、会社勤めしながら会社も作ってたんですよ。販売してましたね。はい、あの時はどうですかね、やっぱりあの地域がその東北だったんで、あんまり実感としてはなかったですね。特になんかお客様が、まあ、とか減ったりとか、あ、なかったですね。とか工場がどうとか止まったりとかもなかったんで、今回はねバチッと止まりましたけど、国内の工場はもう全然コロナが出なくて、大きい工場なんですけど、まあ多分管理体制がしっかりしてたんでしょうね。よかったですけど。じゃあそういう意味で言うと、小松さんがビジネスを始めるというか、はい、こういうあのお仕事をしていく中で、うん、まあ、今回のコロナっていうのは、うん、もう最大困難というか。そうですね、今までなった中ではこんなにいろんな業種の方が困るっていうのは今までなかったですね。まあうちもあの新規店舗の3店舗ぐらい話がコロナ前にあったんですけど、それはストップしてしまってるんで、本来ならねもっと勢いよく行ってってはずだったんですけど、まあそこは止まってしまいましたね、うん。まあ、こんな世の中になるとは思ってなかったですけど、まあ、こんな世の中だからこそ多分自分らはこう勝ち残って、まあ、V 字回復っていうんですか、になるようなこう仕掛けを、まあ、いろんな仕掛けをしていかないといけないなっていうふうに思いますし、うん、V 字回復に向けた仕掛けっていうのをもう少しなんか具体的にと言いますか。まあ、仕掛けって言っても結局オンラインでできないんで、仕事がお客様来てもらってとか採寸してって話になってくるんで、もう環境を整えるしかないですよね。来店しやすいように、まあ、安心安全っていうのを歌いながら全部ね、そういう除菌やら抗菌やらそういう作業を全部施して、まあ、万全の状態でお待ちするしかないかな。ある意味自然と淘汰されていって、はい、まあ、お客様にとってはいい健全なものになって、お客様にとってはかなりいいと思います。まあでももしかしたら好きだったブランドが潰れちゃうかもしれないですけど、まあ、そういう面ではデメリットはありますね。これから業界として悲観してますか。いや全然悲観してないですけどね、うん、なくなるのはないと思ってますし、どうしてもやっぱり服っているものなんで、まあただまあ、今海外からのお客さんもいない状態なんで、まあ、できる限りこう日本のお客さんに特化したビジネスっていうのをこのまま続けていきたいなと思いますね。その中でも他の服屋さんには提案できないようなものをうちはちょっととんがって推進していこうかなっていう、もともとそうだったんで、人脈の広げ方とかもそうでしたし、まあ他のアパレルの会社とまあ全然違うような広げ方をしてきたので、まあ大丈夫かなと思ってます。今回の、まあまあ、コロナばっかり言ってるんですけど、はい、なんか最大の気づきというか、はい、まあ、あの今6月になってお客様も徐々に戻り始めてきて、うん、まあ、今振り返るには早いかもしれないですけど、うん、気づきってありますか。はい、そうですね、うちはあの制服の事業と婦人服の OEM 事業とこのスーツの事業の3つの事業でやってるんですけど、
もしどれか一つだけ絞っているんであればダメだったかもしれないですね。例えば中国の OEM だけしかしてなかったら止まってしまったら終わりなんで、はい、まあただうちは卸もやってるんで、まあ、対企業対個人のお客様っていうふうにこう全体的にこうリスクが分散されてるんで、まあそういう意味では事業を多角化していたことが良かったなっていうのは気づきましたね、うん、結構あの小松さんのチャンネルってファッション好きな、はい、あとコメントとかも多分してくださってると思うんですけど、はい、なんかそういうファッション好きな人でもいいですし、うん、まあこれから同じような業界に、会社員として入る、もしくはまあ起業するっていう人もいると思うんですけど、うん、まあ、そういう人に向けて、まあ、そういう気づきも含めて、うん、あのなんか アドバイスというか、そのメッセージなんかがあればもしれない、うんうん、そうですね、まあ、対面販売ってのがちょっとこう今ね、いいか悪いかみたいな言われてる状態で、百貨店とかでもフェイスシールドつけて、ね、接客してますけど、うん、まあそこまでしてでもやっぱ対面販売にみんなこだわっていくにはやっぱ理由があると思ってますし、ネットにはないね、まあ、強みがあると思うんで、ネットはネットでやらないといけないと思いますし、まあ、対面販売は大事にしていきたいなと思ってますし、やっぱそうこういう業界に入ってくる人って普通服が好きで服を作りたい人なのか、服をお客様に売りたい人なのかっていうのは多分二極化すると思うんですけど、僕はまず服を売る方に入って、そこから服を作る方に移動したんですけど、まあ、全部をこう経験することによって業界のことが全て分かるようになったんで、まあ、もしねあのアパレル業界にもし入っていきたいなって思う方がいるんであれば、まあ、一旦販売員をまず目指していただくのが一番早いかなと思います。デザイナーやクリエイターになりたいって人はまたちょっと別なんですけど、まあ、一旦販売員からこう経験を積んでいくのが一番ちょっと時間かかりますけどいいのかなとは思いますね。まあ業界として今後なくなることはないと思いますし、まあ縮小は人口とともにもしかしたらあるかもしれないですけど、海外にね売っていってるブランドもありますので、まあそのあたりは企業のこう事業をどうしていくかっていうので衰退するのか成功するのかは変わってくるかなと思いますね。ほぼ、まあ、最後の質問なんですけど、はい、その多角化っていうキーワードがあったと思うんですけど、うん、はい、確かに倒れてるところって一本柱でやってたところが多い印象なんですけど、はい、そうですね、その多角化っていうところは今後も進めて、そうですね、まあ僕はあんまりこう異業種をやるつもりはあんまなくて、その同じ業種の中で事業を分けてるっていう形なんで、まあ、多角化の意味を履き違えて、結構ね儲かった社長さんとか次飲食やるぞとか、まあ、結構あると思うんですけど、やっぱ初期費用もかかりますし人件費もかかるんで、まあ、そういうのが今後はなくなってくるかもしれないですね。この今回は飲食店の方々がすごい影響を受けられたと思うんですけど、まあ、多角化、まあ、例えば不動産とか、まあ、ネット関係の仕事してみたりとかっていうよりは、なんか自分の会社の強みを生かしたようにうまくやった方がいいんじゃないかなと思いますね、はい、全くの異業種にやろうとするんだったらすごい勉強しないといけないと思うんで、まあ、それは投資と一緒なんで、勉強してないものにねお金投げるのはなかなか難しいと思うんで、最後に、はい、何か、なんだろう、思いっきりボールを投げるんですけど、はい、何か世に問いたいこととか、世に問いたいことですか、問いたいことっていうか、なんていうんですか、その、まあ、業界に対してもでもそうですし、まあ、淘汰されていくっていう展望っていうか、まあ、そのところもあり、これから何が起こるか、もしくは業界としてこうしていくべきだ、こう変わるべきだみたいなところ、最後に。残しておきたいものあれば、不満に思ってることとか、まあ、業界に対して思うことはやっぱ業界自体がダサいんで、
もっとうちを見習った方がいいんじゃないですかねって感じですかね。どの辺を、まあ量販、大手量販店とかもうなんかそれおしゃれなんかなっていうのを売ってるんで、とかもっと商品を特化した方がいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ、売り上げ作るのはもちろん大事なんですけど、まあそういう役割のね、店舗も必要だと思うんですけど、なんか、ちょっと違うなぁと思うんですよね、なんか。例えば、日本代表のね、を、日本代表に、とか、オリンピックの、制服作ってる某会社さんとかね、もう果たしてそれがおしゃれなんですかみたいなところあるんで、どうなんですかね、おしゃれほんまに届けたいと思ってんのかなという、まあ利益だけのためにやってるんじゃないんで僕も、まあもちろん利益は大事ですけど、やっぱり根本はやっぱりいろんな方におしゃれになってほしい。でこのうちが提唱するこのおしゃれな着こなしっての日本全国に広げたいから、うちは店舗展開してるんですよ、全国に。で今後も店舗展開していくんですよ。なのでまああんまりやる気ないんだったらやめてくれって感じですかね。ありがとうございます。はい。まさか粗末さんらしいらしいというか。はい。最後の力強いメッセージを。そうですね、はい、まあ、中途半端に続けるんだったらやめた方がいいよって感じですかね。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今日はですね、コロナウイルスによって業界がどう変わってしまったのか、はたまたこれからどう進んでいくのか、マグマはどこに向かっていくのかみたいな話を今日はさせていただきました。チャンネル登録、いいね、コメントお待ちしてます。さよなら。